モギリョフ県の地図検証モギリョフ県は、定西ロシアの県である。また、北西地域のうちの一県でもある。1772年に制定され、1919年に廃止された。行政中心地はモギリョフに置かれていた。現在、旧モギリョフ県の大部分は、ベラルーシマ肥料州に属し、一部が、ロシアスモレンスク州とブリャンスク州に属している。モギリョフ県は、 第一次ポーランド分割によって、帝政ロシアに編入された地域のうち、南部を範囲として制定された行政区画である。ロシアへの編入は1772年であった。この時期の帝政ロシアでは、グベールニア、ムスチスラブリ、オルシャ、ロガチョフの4プロビンチアからなっていた。その後の行政改革により、モギルフ県内の改区分は、12のウエズドに再編された。 1778年、グベールニアの名称が廃止され、一時、名称が、モギリョフ・ナメストニチェストボとなった。このナメストニチェストボ聖は1796年に廃止され、再びグベールニア聖が復活したが、この改変の後に、モギリョフ県は、ボロツク県と合わせて、ベロルシア県となった。1802年、ベロルシア県は廃止され、再び、モギリョフ県が設置された。 この再設の際には、モギリョフ県内は12のウェーズドに区分された。1917年、モギリョフ県の上陸部として、ザーパド州が置かれた。ロシアソビエト連邦社会主義共和国が成立すると、1919年にモギリョフ県は廃止された。当時、県を構成していた11の軍のうち、9つは、コメリ県へ、ムスチスラブリ軍は、スモレンスク県へ、千ンノ軍は、 ビテプスク県に編入された。なお、ムスチスラブリ軍は1924年に廃止されるが、その領域は白、ロシアソビエト社会主義共和国内へと組み込まれたため、旧モギリョフ県はほぼ全域が、白ロシアの管轄となった。モギリョフ県の軍。最上段左、千の軍、右、バビノビチ軍二段目左、コプイシ軍、右、オルシャ軍三段目左、モギリョフ軍、 中、チャウスイ軍、右、ムスチスラブリ軍四段目左、ブイホフ軍、中、チェリコフ軍、右、クリモビチ軍五段目、ロガチョフ軍六段目、ゴメリ軍廃止直前の模擬両府県は、以下の十一の軍からなっていた。AB、ゼイゲタ・サダヨシ編、根菜スロア辞典三成堂、二千九年、p 八百四十五田中明智五、倉持春日。 和田春樹編。世界歴史体系ロシア史2から18世紀から19世紀マイナス。山川出版社。1994年。P29。井桁貞義編。コンサイスロア辞典三聖堂。2009年。P1161。東郷正信ら編。研究者ロア辞典研究者。1988年。P2434。税。井桁貞義編。 運載スロは自転船制度。2009年 P87 ウィークリー1897。ゼ18ーウィークリーゼーありがとうございます。